あ、おいしい。あ、よかった。絶妙ですね、塩加減。ありがとうございます。私はすごい母が好きなんですけど、はい、いやでもそれ伝わってきます。おかげさまでね、はい、親子の愛を見ると食が進みますね。さあ、今回はですね、八尾なんですけれども、 JR 八尾と近鉄八尾のちょうど間ぐらいの位置ですかね、来ております。まあ、後ろにはね、生駒の山というか、まあ、四季生駒連峰、この8つの峰を取って八尾と言われているみたいな話もあるとかないとか。これかな、これは喫茶店じゃないですね、これは山小屋ですね。山荘って書いてますもんね。これ山小屋ですよね、これね。ちょっと気になります。入ってみましょう。お邪魔します。あ、こんにちは。あ、こんにちは。すごい、いらっしゃいませ。すごい山小屋じゃないですか。はい、そういう風に作りました。喫茶店ですよね。そうです、そうです。あ、そうですか。もう本当の純喫茶、アルコール一切なしの。あ、お元気ですね、すごい。年齢の割にはおかげさまでね。年齢聞いていいのか分かんないけど、おいくつなの。そんな言ってんか。えんちゃん、え、いくつか。81になります。若っ。ママの悦子さんが山小屋をイメージして建てたという喫茶山荘。お店の雰囲気に惹かれ、登山家も多く訪れるのだとか。早速ちょっとおすすめのドリンクをいただきたいんですけれども、何がおすすめでしょうかね。アイスコーヒーの方が。アイスコーヒー、一晩寝かして。一晩寝かしてる、はい。ああ、まあ結構濃ゆくて美味しいって言ってくれはる方も、うん、アイスコーヒー、はいはい。じゃあちょっとまずはアイスコーヒーを。じゃあドリップしたコーヒーを一晩寝かせ、味を落ち着かせるのがママのこだわり。お、すごい、はい、これこの、いや、コーヒーも気になるんですけど、うん、器がこれがどうです、どうですか、これ。そうそうそう、だから46年使ってるから。46年使ってる。そうそう、このコ最初20個は買ってたんですよ、はい、それがもうここが外れたり、はい、外れたりしてあれして6個しかない。すごいな、年季の入った。即冷えてやっぱり冷たくなるから、はい、まあ美味しいんやろうなと思います。確かにキンキンに冷えてる。いただきます。あ、これすごいな。冷たいじゃん。冷たい、めちゃくちゃ銅がまず冷たいで、めちゃくちゃ滑らかな感じがします。その滑らかっていうのがあってのかなけど、すごい飲みやすい。46年前忘れました。ちょっと待って、この先から46年前ってね、出てきて46年前にからやってるってこと。そうです、そうです。もうちょっと綺麗かったんですよ。皆さんはね、ええやんって言ってくれるんやけど、はいはい、こっちにしたらなんか汚ななってな。いやいや、ええやんってなりますよ。ご主人はマスターとしてはいないんですか。亡くなったんですよ、この子は6歳の時に。ああ、あれなんで早いとこだから。そうそう、いやそこから、え、ママさんお一人でずっとこのお店を。まあ、娘さん育てないといけないで、ね、あ、そう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 、息子もいますよ。あ、息子さんもいらっしゃる。すごい。あ、ちょっとおすすめのフードメニュー。あ、まあ、日替わり定食っていうのをやってまして、とんぺい焼き、今日はとんぺい焼きなんです。とんぺい焼き食べれるか、これ。お願いします。はい、とんぺい焼き、いろいろも出してきたんですけど、これ開店当時の写真なんです。すごい、すごい。ちょっと待って、山小屋綺麗。色が違う、こんなん出てきたんです。あ、めっこれいいんですか、これちょっと見せてもらって。うわ、かわいい。昭和、めっちゃママさんめっちゃ綺麗ですね。そんな若い時。これすごいよ。開店の時おいくつだったんですか。35。35でめっちゃかっこいいですね。
お待たせしました。うわーすげー、美味しそう。めっちゃいい匂い。美味しそう。これまた、あ、うわー、あ、いいなー。なんか思ってたトンペイと違いますね。あの豚肉をなんか卵で挟んでるみたいなね。ありがとうございます。それが今日の日替わり定食。日替わり定食、はいはい、いただきます。はい、うん、あ、おいしい。あ、よかった。絶妙ですね、塩加減。ありがとうございます。これは進むわ、ご飯が。これお豆さんもなんか懐かしいですね。あ、これあの娘が炊いてきました。炊いてきた、はい、うちは大体もう自家製なんでも、はい、今では娘さんがお店を手伝ってくれていますが、女手一つでお店を経営するのは大変だったそうで、まあ、この喫茶店だけでやっぱこう娘さんを育てていったってことなんですか。娘と息子ね。あのね、45、はい、6年前というのは、はい、もうこんな喋ってるもないぐらい忙しかった。この子らのご飯作る暇がない。あ、でそっからまだまだちょっとね、ご飯まだ、ご飯まだな、のぞくんですよ。結局お作りんからお迎えのうどん屋さんに行かしたり。そんな最初から言うてくれてよかったのに。そんな感じのぐらいの毎日。娘さんはそんな一生懸命働いてお母さん見てどんな風に見えてたんですか。私はあのすごい母が好きなんですけども。はい、いや、でもそれ伝わってきますよ。あの力になれたらと思って、はで、あのお嫁に行くのも実家に帰れる距離と思って、はい、東さん。はい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 。じゃあこんな娘さんからちょっとお母さんになんかねメッセージなんかちょっと今聞かせてもらえたら。あのお母さんのいいように元気で好きなだけお店続けてほしいなって思うのと、あとはあのまた旅行行こうと思ってよく連れてもらってます。ああのコキコキが70、80、はい、もう30、80のね、礼文島利尻と利尻ね、あ、それもおかげさまでね、はい、親子の愛を見ると食が進みますね。よく喧嘩しましたよ、でもここ来るまでは。山荘ということで山のお話を一つ。屋久島に山姫という話がありましてですね、まあ、この山姫髪の長い女性で山奥に出没すると言われております。この山姫に出会うと見たと笑いかけられて、それに対してこちらも笑顔で返してしまうと二度と山を降りれなくなるという、まあ、そういう妖怪のような存在なんですよね。まあ、今から40年ほど前、のりこさんという方が家族で屋久島の縄文杉を見に行ったんです。この縄文杉というのは往復10時間ぐらいかけて見に行く大きい杉なんですけれども、朝早くから出発して、まあ、帰りのあとちょっとで山を降りれる、日暮れまでに山を降りれるぞっていう時にちょっとさすがに疲れて、まあ、途中の山小屋で一回休憩するんです。でその時にのりこさんのお父さんがトイレに行くんですね。でトイレから戻ってきたお父さんがどうも様子がおかしいと、何か魂が抜けたような状態になっている。で何を聞いてもなんかこう上の空で返事をするし、お父さん大丈夫かなと思いながらもあとちょっとやから頑張るよって言って、まあ山を降りるんですよね。するとどん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 霧が出てきて、40年前の屋久島ってもう世界遺産になる前なんでちゃんとした道もないんですよね。なので木の枝にリボンのようなものをくくりつけて目印にしてあると、でそのリボンを頼りに、まあ、戻るということになるんですけれども、目印が見えない、リボンが見えないということになってのりこさんたち遭難しかけるんです。あれどっちに歩いたら元いた場所にたどり着くんだろう、どうしようどうしようってなってる時にお父さん勝手に進もうとするんですよね。お父さんこれ以上動かないでとのりこさんは言うんです。お父さんが進むとなんか私たち行ってはいけないところに行くような気がする。だからお父さんここでじっとして
でそうしてる間に、まあ、地元のガイドさんが助けに来てくれてなんとか山を降りることができたんです。後からお父さんに、まあ、この出来事を改めて聞いてみるとトイレに行ってから全く記憶がないって言うんですよね。勝手に歩き出したことも覚えていない。もしかしたらお父さん山姫と遭遇してるんじゃないかなと。そしてそのままお父さんが歩き出したところをついていくと二度と山から戻れなくなっていったんじゃないかなと、のりこさんはそう思ったそうです。